それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあ、ほら仕事に戻るぞ。こっちは静かね。女子は？兄さん。戦が不安か？フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。大丈夫だ。父上が。それに。そうだね。あの子の身は何よりも案じられるべき。他のことなど捨ておけばいい。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは？見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。雌雄を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がればならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か？スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました殿下。
話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。どのくらいかかるのです？長くはない。四五日といったところだ。ジョシュアの動向を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで典型を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみ。だから何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を積む身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に
恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。そう。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の神、不死鳥の羽とならん。
殿下ご出立開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。ゴブリン族、報告の通りだ。このまま奥の方も探ってみましょう。Thank you.
村の跡地か。どうかご用心を。やはりいたか。魔法を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。カイラ、手分けするぞ。この先に村の広場があったはずだが、なんだか嫌な予感がするぜ。おいおい、こりゃ誘い込まれたか。クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェイド、気を抜くなよ。やってやるぜ。何ですか。あとはあいつだけだ。よく見て回避を。ああ、分かってる。
自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すな。逃げ場はないぞ。止まれ。
どうぞ。すまない。参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン。ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっとエール、もっと話を。さあ無礼講だ。楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないのでは、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ、ジョシュア。召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ。
市長の翼のもと悠久の風、風の大地に。お前たち声が小さいぞ。まったく、一人でついてきたなんて、本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけは、ナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル大使の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと、能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに、炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命？俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね。先に休むよ。おやすみトルガル。物資の配